えー、他人くんがね、今日ネタ持ってきてくれました、なんかカンニングで自際された、えー、生徒がいるらしい、うん、それの、ねね、についてね、ちょっと教えてくださいと。じゃあ、ちょっとヤフーニュースからの抜粋ですが、大阪の私立の進学校で、えっと、カンニングしたと、高校2年生が。うん、それがばれたから、その数人の教師から、4時間にわたって事情を聞かれて、叱責を受けたと。うん でなぜカンニングが悪かったかというと、卑怯者うもの、えー、っと、卑怯者だと言われたらしい、ーカンニングすることが。うん、で、ツとして、えーっと、1巻につき1時間かかる、うん、なんだこれ、何かしらの写経を80巻分やらされたと、うん、8日間で。うん でまあなんか生徒の遺書には死ぬという恐怖よりもこのまま周りから卑怯者と思われながら生きてこう怖くなってきましたってことで実際されたらしいですね。ははははで、親がで、まあ、訴えてきて文句言ってるとそう1億円の賠償金を求めたと、はあ、そういう話ですねれ私立よねあ私立私立よねそれさ私立だね。 ちょっと厳しすぎる気もするんだけど俺らの母校だとさ多分辞めさせられるまで追い詰められるよね、うん、正味ねてかこれなんか書いてないけどねあれらしいよんなんかそれ厳しい指導しますよっていう誓約書を書いたらしいようんでうちうちらの母校だとさあのーうん、先生次第では多分ボコボコに殴ってくるよねやってきますね <laughs> あそこの学校 <laughs> <laughs> いやだってさ俺マジでねあの体罰全盛期みたいな時に入ってるから、まあ1日1回誰か殴られてるよみたいな状態だってで俺が知ってるやつで一番すごかったのが<お>授業時間50分か60分のうちさ40分ぐらいさ怒鳴られながら殴られてた殴られ続けてた <laughs> もうトラウマじゃねえかそんなでそれなんでかっつったらさノート書いてなかった分かってないのにっていう。 う<で>結構その数学の先生、うん、分かるあの3回目の授業でそれやるんよいやーマジで言っとだから回 1>, 1回目と2回目はさ優しいお兄さん風でさニコニコしながらさフランクに話しかけてくるんだけど3回目でさいきなりさあのー、ねノート書いてないやつ見つけて「何で書いてないの?」とか言って殴りながら「なんで書いてないの?っ <laughs> いいの」って言いながらもう5発ぐらい殴ってるから 頭いってんな。で、僕の授業が面白くないのかねとか、僕の授業を受けれかっていいってよとか言いながら、もうこの間10発ぐらい殴ってるから。<laughs> いやー、きつ。やばいだろう。で、俺、それであの、基本的に俺、うん、授業ほぼ聞いてないし、成績もひどかったんだけど、その先生のテストだけはちゃんと取ってた。<laughs> まあ、怖すぎるよね。怖いから。うん。で、ある時ノート取ってない時あって、俺が。 でノート取ってないの<れ>君とか言って「やっぱ」とか思って「<ー>いやダルシ先生溶けますんで今,あの今すぐ説明しますよ」とか言って<お>それでは溶けてそしたら最後答え間違って「あれ君答え間違ってるよこれ」とか「数え間違えてるね」とか言って「ダメだよね」とか言って「まあまあ溶けてるからいいや」とか言ってハップでその先生ねあのいわゆる数学でいうとこの A とか B とかの担当なんよ で俺そこは得意だったから能弁でな、ね、で何とかいけたんだけど<お>毎回はいはいはい幾何学とか確率とかあの整数とか俺得意だから比較的そうだな何もしなくても解けるからまあうん、うん、その先生から怒られることはほぼないんだけど他のやつらはもう恐怖よあ<ー>やばいよだって幾何学とかさ確率とかさ統計とか整数とかってさ、うん、解けない人にとって一生解けない分野じゃん あれも理解できんもんね、うん、どうっちかいうとで話はそれたんだけどでその学校でカンニングしたら本当にやめる、うん、学校やめるまで追い詰められてで、まあ、何か言ってきたら先生とか親が「うちは私立だからやめてもらって構いませんよ」ってするって言うね <laughs> 強いな本当に本当に強い、うん、だって儲かってる学校だしね寄付金多いしね OB からの。 そうよな一人二人の授業料なんかどうでもいいんだよね。それよりも学校の、の何、こう、うん、看板に泥塗られない方が大事みたいな。うんうんうん。で、そんな感じで、うん。で、俺らの学校は、本当カンニングイコール絶対役みたいなね。そうだよな。マジで白い目見てられる、ねうん何,ま、何々だからカンニングしちゃダメじゃなくて、カンニングするななんだよね。提言名法なんだよ、完全に。<laughs> 関東の。超怖え、みたいな。 で俺,俺とかお前とかさカンニングに対してさ比較的寛容なとこあるじゃんまあね正、うんうん。そういう意味で染まりきってないんだよねその学校に俺らうん,、うん。だってカンニングなんかしたけすれいいじゃんとか言ってねうんで責任を負った時にすごいひどい点数になるけどその時どうすんのとか思うぐらいよねやばいよね、まあ、またバレたらどうすんのとかさ そう、ね、そのバレたの時ものデメリットがデカすぎてやらんよね普通俺らはもう完全に加減名法だからカンニングというものに対してメリットデメリットを見ながら判断してるからねマジでねでその学校にいる限りはデメリットがデカすぎるからやるという選択肢は完全に消えてるよねブリブリブリ取れ取れ、ね、そんな<う> <laughs> 俺達は加減名法だから所詮 まあ、ということで、でそれで、えーと、その子が、えー、と自殺されてで、カンニングで,で、まあ、俺らからすればなんでバレるようなことするんだろうってね。そうなんだよなバレなきゃよかったのに、そこはで。しかもさ、その学校厳しいんだからしちゃダメなんでしょダメだよ。なんでするのまあ、頭がちょっとね、不幸だったっていうか。あのさ、人権がどうとかどうとか言うて、ね 私立なんだかからそこ、うん、分かる戸塚ヨットスクールに行ってさ戸塚先生にヨットから突き落とされてさおお文句言ってるのもんじゃんおおあそこ行くってことはもうそれ覚悟してるってことじゃんそうなんだよな、ね、普通考えて他にもさ医学部に行ってさあの血を見せられてあのトラウマができて PTSD でとかって言うようなもんじゃん、うん、いや医学部行ったらそれ当たり前じゃんでもっと言うとうあれ防衛大 ああ、そういうこと分解されましたから、厳しいじゃんうね。うん、超厳しくて、上官からあのしごかれたり、殴られたりが当たり前なじゃん。それ分かってなってんでしょそうだな普通はね。で、その学校厳しいって分かってんでしょなんでするのなんか有名だったらしいけどね、厳しいって。ねえ。いや、うちらの学校でやるやつなんかいねえよ。恐怖だよ、そんなの。やってる最中が恐怖なんだよ。俺だたけどね、一<や>人。どうなった <laughs> あの一応、バカだったからっていうメンツアッがあって、<ー>その、学年中で、あ<ー>まあ、またよかった、うん、あつまり、バカだから、魔が差したで終わったんだ。そうそうで、しかあの,か仕方あの普通のルーズリーフに答え書いてみたいな、それ絶対バレるだろうみたいなやり方だったから、<laughs> <laughs> ああ、まあ、それもしょうがないねみたいな話だったよね。あつまり、まりちょっと足りない感じの人だったから、まあ、もうするなよで終わったんだ。 まああちょっとあの1週間ぐらいあの他の部屋連れていかれたんですけどいまだにそれやってんの <laughs> なんかちっちゃいあの個室作れてかってなんか半数目か書いたらしいよ1週間ぐらいやっぱりそれぐらいするよねだってさ例えば大学でカンニングがバレたらどうなるか知ってるよねでもえゼロ点で定額とかえだから1年間の単位が全部ゼロになる大体どう部、ね、屋かだから留年確定 そう,ね、うん、うん、でそれで1億円の賠償金をなんかこう、うん、頭がおかしいのかなまあそうなんでしょうね <laughs>「コンニングをしてバレて僕はみっともないから生きていけないお母さんすいませんこの世から去ります」でそのお母さんが「うちの子をいじめた!」とか言って。 なんか指導が厳しすぎるみたいなね,ういうねで思うんだけど簡易薬とかにならなかったんだっけさ例えばさあの人を3人殺してさ死刑になった人の親がさ、うん、厳しすぎるんで、うん、人権はどこにあるんだこの国は一体何なんだって言うけどさ、うん、あの、うん、刑法典に殺人罪っていうのが書いてありましてみたいなそれ分かった上でやったんでしょ、うん、あなたっていううんうん いやこれ、ワイドショーとかどういう扱いになってるのかねああ、厳しくい,いでこれこれ衣装は、衣装あれでしょ、周りから卑き者と思われるのが怖くなっ思われて生きていくのが怖くなってきたみたいなの、書いてあるけど、でもあのカンニングをしたこともそうだし、その衣装の書き方もそうだし、うん、卑き者じゃん。あ、そうよ。 でさ完璧な卑怯もんじゃんあのー、こういう時はね下にむちを打つのはよくないっていうみんな思うかもしれないんだけど俺は別にそういうのは気にしない人でクズはクズじゃんカスはカスじゃんいや俺これね1ミリも同情できないんだけどけちょっと待って同情できる案件があったあのある条件が加わったらあのね 小学3年生までだったら許すわ。ああ、まあ小3まではね、ま,あ、まだバカ、バカさせてあげようと思ってたね。うん、小4からはもうちょっと判断してくださいよ、その辺。もう10歳なんだから。うん。あともう一つ許せる条件ある。何そうもう二つだ。えっ、ー、とね、知能に障害があるとか、精神障害とか。ああ、境外知能とかね。つまり自理、ジ、ね、の分別判断がまともにできない人ら。うん。うん と、あともう一つこれはもうちょっと許さざるを得ないなっていうのがこれは許いきなり感情が入ってるなきやだって多分それはみんな許すよまあそれはうんうん私どうしてもいい点取りたかったのーとかで美人とか美少女が泣いてたりしたらさもう仕方ないなーとか言って。うん なると思うよ<の>これはそう、ねうん、の全盛期の堀北真あたりがそれやってたらさなんか理由があったのかなとか言ってそんなことするはずじゃない子なんだけどこれとか言ってならないなるかもね確かにだか,ら変な深だから俺が許す許さないんじゃなくて周囲が許すと思う。 うん、確かに,確かにあうんだってね美人とか美少女とか美男子とかがさなんか罪を犯してもさ何かかん事情があったに違いないよねとか言ってやるじゃんみんなやるなうんでそのいずれにも該当しないやつがさえー、ね公表されている罰則付きの行為をやったらまあ罰受けますよねってそうですね <laughs> うん いやこれね<や>厳しいっていう人いるかもしんないんだけどさっき言ったように法律っていうのがあるでしょ法律っていうのは公表されてんのよる、うん、でやった後知らなかったじゃ済まないんよこれまあそうねうんで後から罰を作って罰してくるっていうのは訴求・処罰の禁止っていうのがあるから原則としてそれはダメなのよそうだなだけどこれもうあらかじめ書かれてあったんでしょで 半個まで押してるんでしょまたサイン。なんかそういう、何やるかは書いてないけど、たの言うことを聞くときの絵とか書いたんじゃない,いや、あるよね。誓約ってことは。うん。うん、てうか、うちもあったでしょ、確か、うん、その誓約書。こ、うん、の学校も。なんだろう。常識の範囲だと思うんだよね、カンニングするしないっていうのは。まあ、そうだな。うん。 常,常識って言ってもかなり上位の常識だよねかなり共通共有されてる共通認識うかストでするのはそうよねうん考えてちなみにねこれねもう最後の方だから言うんだけど俺の友達でねすごい人いて<お>あのカンニングの天才っていうあまあますね視力が2なんだよねおお天才すごいな そいつ眼鏡持ってんのよ視力がさらに0.5上がるようなやばい <laughs> 強いなでそいつの受験勉強はあの誰が正解を書いてるか分かるまで勉強するっていうもう正解分かるじゃんいやだから誰が正解を書いてるかっていうのを分かる程度までの勉強しかしなくてそれ以降はもうしないっつっててはいはいで <laughs> あのー、その広い視野と優れた視力で持ってああその見つけ出してっていう <laughs> それでそいつすごいよいわゆるマーチクラスの私立に入ってておうんでそれで、えー、と公務員試験もそれで突破しててうん、うん、で今あのーえー、と公務員やりながら家庭を営んでる人なんですけど。 <laughs> 俺はねそれ聞いてね関心の一言しかない <laughs> いやマジでそこまで言ったらすごいよねだってそれ絶対もう証拠つかめないもん<か> <laughs> うんうんで視力を落とさないようにそのゲームしすぎるのは良くないっつってねゲームした後は必ず投稿を見に行くらしいよスポーツしながらうわあストイックだなクそういうのにはストイックに視力と思ってらっしゃる <laughs> <laughs> 俺ねそこまでいったら特殊技能だと思うし、うん、むしろ例えば俺が、えー、と舞台を作るとしたらそいつ絶対雇うね絶対雇う絶対使い物になるから何かしらそいつはうん、うん、これがね猛く君でいうところのなんか変な人を集めろっていうんだよねえっ、ー、と養蜂系とか言ってたかな確か。 だから,から鶏のね鳴き声を真似するのがうまい人を雇うとかねそれで命が助かったりするの、ね、ああ変な人材でもあの雇っておくとだから200ん2000人の触覚がいたとかいうのかな孟翔君にはだから俺はねそいつはねその鶏のモノマネ以上の才能だと思うからそれっていうか判断力高いよねそいつそうよな確かに、うん 判断力高いし状況状況の見極めもできてるよねでどこまで勉強すればいいかっていうのも分かってるから俯瞰できてるよね自分はちゃんと、うん、まあ俺タイプなのかお前タイプなのか分かんないけど、うん、まあということでね、えー、カンニングについて語ってみたんですけど他人くん何か最後言いたいことありますかねあ自分でやったことならちゃんと自分で決服けよ いほんとそれよね、うん、いや俺ねうん基本的にね何してもいいと思うわけようんただ自分で責任取れって思う好き勝手やるたいんそれほんとそれ、うん、俺だって好き勝手やってる時は自分で責任取ってるよ本当。勝てるしそうそううん人のせいにするなって、うん、で もし誰かにお金で雇われているとかお金払ってもらっているとかまたはあの誰かに指示している時はその人の言うことを聞くべきじゃんとある程度はそうだなうんでこのケースの場合はそうでしょ学校であの指導してもらってるんでしょうだからお金も払ってもらってるんでしょ、うん、だったら最低限のことは守るべきで まあでもちょっとだけ一言言うと厳しすぎる面はなきにしもあらずとは思わなくもないんだけどでも公認って義務教育じゃねえから別にさあの勉強してもらってるわけじゃねえんだよ明日に移ってきてる感じよねスタンスとしてはそうだよな,だよな別にそうだよ国からしてくださいって言ってやってるわけじゃねえんだよこれ、うん、やりたくねえんだったらやめろよ 本当そうだろなあのさっきのサッカーの話じゃねえけどさサッカーの戦術かぶってさあの偉そうにしてるやつがいるけど <laughs> 知識にあなたらけだという話になったじゃんあったなでそれでさ批判されて、えー、っと文句があるんだったら勉強しろやちゃんとそうよねで監督としてやってきたいんだったら、うん、ライセンス取るなりしてで他人にチームを引き引きいてくださいって頼まれろよ でそれで結果出して初めてでしょっていうまあなだろ俺なんかおかしなこと言ってるいやだって通りですけどだよなだからズルしたいんだったらズルしてもいいんだけどズルしましたって言わないとまたそういった度を示さないとで隠すんだったら全力で隠さないとうん絶対バレちゃいけないから,、ね、からバレないように本当俺もズルいことはするよ多少はだけどそこは全力で隠すよ うん、うん。ということでね、まあ、今回はねいろいろ語ってみたんですが案外この2人がまともなことを言ってましたという。<laughs> ということでね皆さん失礼します。おやすみなさい。